アナッチ、一緒に取材に行こうよ。期待してるからね、アナッチ。私が一番嫌いなのは、話の筋道が曲がってて道理が通らないこと。そしてそれを平気な顔して要求する人。練習中失礼します。雪村ひかるさんですよね。ああ、うん、僕だよ。昨日連絡した行動部の三日月です。今大丈夫ですか？ああ、三日月さん、こんにちは。大丈夫、ちょうど霧のいいところだったし。確か取材ってことだったよね。はい、生徒会の依頼で今年の活躍が期待されている生徒を取材してるんです。今日はご協力よろしくお願いします。うん、僕の方こそよろしくお願いします。でもまだ高校での実績がゼロの僕なんかが取材なんていいのかな。そんな、雪村さんは中学時代は全国区の選手だったし、この島の人たちにとっては期待の星じゃないですか。期待の星って言われてもな。中学のことは中学のことだし、高校でも通用するかどうかなんて分かんないよ。あれ、君は確か同じクラスの。そうなんだ、こちらこそよろしく。それでは改めまして、取材の方を始めさせてもらいますね。その前に三日月さん、同じ2年なんだから敬語はやめて普通に話そうよ。報道部心得。一つ、取材対象には常に敬意を払うべしっていうのが私のモットーなので、どうかこのままでお願いします。三日月さんって面白い人だな。それじゃあその報道部心得に免じて敬語でもいいよ。ありがとうございます。では早速始めさせていただきます。雪村さんは昨年の怪我のためにこの1年間をリハビリに費やされたそうですが、その間のお気持ちなどを聞かせてください。そうだな、僕本格的な怪我をしたのって初めてだったから、まず怪我したことそのものにびっくりしたっていうか。ちょっとアナッチ、インタビュアーは私なんだから勝手に割り込まないでよ。そうだよね、怪我は左足首のアキレス腱の部分断裂だったんだ。幸いそんなに重症じゃなかったみたいなんだけど。まあまあかな。不自由な生活もそれはそれで新鮮だったよ。二度と走れなくなるわけでもないし。ああごめん、リハビリ中の気持ちだったよね。1ヶ月半くらいは普通に歩けなかったから、とにかく我慢我慢我慢って感じの毎日で。松葉杖で学校に来てましたよね。慣れるまで結構大変だったんだ。おかげで自分の足で歩けるようになった時にはすごく嬉しくて感動しちゃったよ。雪村さんはポジティブ思考なんですね。逆境でもマイナスに考えないで前向きっていうか。そうかな、自分ではよくわからないけど。でもあんまり落ち込んだりした経験はないかも。雪村さんが陸上を始めたきっかけは何だったんですか？それはね、中1の時当時の陸上部の顧問の先生に誘われたんだ。
体育の体力測定で 100m 走った時なんだかすごい記録だったとかで、タイムがどれくらいだったか僕はもう覚えてないんだけど、その後全中で活躍されたくらいですから、きっとすごいタイムだったんでしょうね。こんなこと言っていいのかわかんないけど、僕正直言うとタイムとかあんまり興味ないんだよね。え？陸上やってるのにタイムに興味がないんですか？うん、レースでみんなで一緒に走ってそれで競い合うのが楽しいっていうか、それで一番になれればそれも嬉しいんだけど、走った後にみんなで健闘を称え合うっていうのかな、そういう雰囲気が大好きなんだ。その時その時で自分の力を出し切った人や、何かの理由で不完全燃焼だった人とか、みんな事情が違うし結果に対する満足度も違うんだけど、それでも心のどこかに同じものがあるみたいな。同じ競技をやっている仲間意識みたいなものですか？ちょっと違うかな。なんだろう、うまく言葉で説明できないや、ごめんね。それでは次に中学時代の成績についてお聞かせください。具体的に各大会の結果はどうだったんですか？中1で始めたばかりの年は練習ばっかりで大会には出場しなかったかな。先生の方針で1年の間はこれから戦っていくための基礎体力と体作りに専念しろって言われて。選手たちの将来を見据えた長期的指導だったんですね。うん、そのおかげで中学の時は怪我一つしなかったんだと思う。それが高校に入った途端大きな怪我しちゃって、中学の時の先生に申し訳ないって気持ちだよ。雪村さんの恩師ですね。うん、そうだね。それで2年の時初めて大会に出してもらって、県大会で優勝して全国大会で2位だったかな。デビューしていきなり全国2位ですか？すごい。たまたま調子が良かったんじゃないかな。3年の時は全国の決勝には残れたけど、直前の準決勝の疲れが残ってて4位だったし。全国4位でもすごいじゃないですか。高校でも期待されている理由がよくわかりました。雪村さんが中学時代にそんなすごい成績を残せた最大の理由は何だったと思いますか？真面目に練習したからとか。他の選手もみんな真面目に練習してると思いますけど。だよね。自分ではすごく努力してるって感じじゃなくて、普通に楽しんでるだけだったから実感なくって。なるほど、楽しむことが強さの秘訣なんですね。それじゃあそういうことにしておくよ。最後に次の大会が復帰初戦ということで、意気込みはどうでしょうか？そうだな、意気込みか、出たとこ勝負かな。今度の土曜の記録会で怪我してから初めてのタイムを測るんだ。その結果が出てからまた考えるよ。焦りや不安はないんですか？そうだね、ごめん。別にいいんです、謝らないでください。雪村さんって普段からそんな感じなんですか？どうなんだろう、自分じゃよくわからないけど、周りからはよく脳天気って言われる。やっぱり普通はもっと焦ったりするものなのかな。焦っても結果には何も関係ないと思うんだけど、っていうかむしろ良くないんじゃないかな。それでは今年の雪村さんの活躍を期待しています。今日はご協力いただきありがとうございました。え、もう終わりなの？最後にスナップを1枚取らせてください。アナッチ、その写真後で僕ももらえるかな？うん、それじゃあよろしく。楽しみだな。雪村さん、土曜日頑張ってくださいね。私たちも応援してます。うん、ありがとう。君たちも部活頑張ってね。
の？1時間おきに休憩しようね。一緒に取材に行こうよ。ありがとう。よろしくね。周りから A 型って信じてもらえないんだ。 B 型っぽいとか絶対 O 型だとか AB 型にしか見えないってひどくない？先輩ですよね。ええ、そうよ。待ってたわ。お待たせしてしまって申し訳ございません。あ、こちらは同じ報道部の。よろしく。ところで悪いんだけど、ちょっと時間が押しちゃってるの。なるべく早く切り上げたいんだけど、いい？あ、はい。遅れたこちらの責任ですし、手早く進めますのでご協力願います。ありがとう。大会が近いから少しでも練習時間に当てたいの。本当にごめんなさいね。いえ、とんでもありません。大事な時期なのに取材にご協力くださって本当に感謝しています。う
ありがとう、ナッチ。では、取材を始めさせていただきます。まずは、岡野先輩個人のお話になりますが、去年の成績を振り返っていかがですか？ああ、それ。やっぱり聞くわよね。すみません。最初に聞いてしまった方がいいかと思って。それもそうね。気を使ってくれてありがとう。いえ、そんな。私ね、去年は正直、県大会なんて眼中になかったの。その後のインハイの方に合わせて調整してたから。そしたらご存知の通り、県大の準決勝で敗退。とんだ恥さらしだったわ。そんなことは。ちょ、アナッチ、あなた随分単刀直入ね。いい根性してるわ。負けた理由はね、多分満身。さっきも言ったように、県大会をなめてたの。1年の時、全国選抜で負けた相手が優勝した子でね、竜王院ひろみって言うんだけど、その子と約束したのよ。選抜優勝者との約束ですか？ええ、次は夏のインハイで会いましょうって。まあ、そう思っちゃったのよ、私も。バカよね。今にして思えば、初戦敗退になった私を憐れんで、励ますつもりで声をかけてくれたんだと思う。先輩、県大会で負けるまでそのことに気づかず、自分で勝手にインハイレベルだと勘違いしてたのよ。そりゃ慢心してテニスも雑になるって。終えるところを追わない。ギリギリ狙うべき時に楽なコースに逃げる。前に出てプレッシャーをかけなきゃいけないのに、ベースラインでのんびり待つとかね。我ながら情けないテニスをしたものよ。試合の後でコーチにも散々怒鳴られたわ。アナッチ、それは。いいのよ、三日月さん。本当のことだし、何か言われたからって事実が変わるわけじゃないんだから。それに確かに悔しかったけど、ある意味すっきりした気分だったの。自分の未熟な部分がはっきり分かって、これからやるべきことも明確になったわけだし。だからその後はもう必死で練習一筋よ。それでもうすぐ県大会を迎えるんですよね。どうですか、調子は。調子ね、まあ絶好調かな。それじゃあ今年は期待してもいいんですね。去年みたいに慢心がなければだけど、今の岡野先輩ならきっと大丈夫だと思いますね、アナッチ。冷静なコメントどうもありがとう。アナッチったら、もうちょっと空気読んでよ。それでは最後に、テニス部の現状と展望について教えてください。そうね、うちの部は本土部活だから、学校内ではあまり目立ってないかもしれないけど、今年は結構粒揃いで面白いわよ。あ、すみません、アナッチは転校してきたばかりだから、まだうちの学校の事情とかよく知らなくって。あなた転校生なの？うちの学校に2年から編入してくるなんて、見かけによらずなかなか優秀なのね。アナッチ、本土部活っていうのはね、本土で部活している部のことよ。何よ、人がせっかく親切に教えてあげたのに。あなたたち面白いわね。すみません、岡野先輩、取材中なのに。だから今年は団体戦も期待できるかも。期待というと具体的にはどの程度？県大会優勝も狙えるかもね。そんなに急に強くなったんですか？
去年までは全然、すみません。そう、去年までのうちは団体戦はパッとしない成績だったわ。でも今年は違うの。すごい1年が2人も入ってきてね。どっちも即レギュラーの器よ。その2人というのは？高本愛と松本ひろむ。ううん、知らない。後で知っている後輩から情報聞かなきゃ。とにかくあの2人が入部してくれたおかげで私たちが卒業した後もテニス部は安泰よ。それほどの実力があるってことなんですね。なるほど。だから今年ぜひあの2人をインハイに連れて行ってあげたいの。1年の時に経験しておくことは絶対有益だから。岡野先輩自身のためと部活の後輩たちのためですね。欲張りかしら。そんなことないと思います。ぜひ全部手にしてください。私たちも微力ながら応援しています。ありがとう。応援って思った以上に力があるのよね。気持ちを強くしてくれるっていうか。だからよろしくお願いします。はい。アナッチ力入りすぎ。取材は以上になりますが、最後に写真を1枚撮らせてください。いいわよ。ありがとうございます。じゃ、アナッチよろしくね。はい、ありがとうございました。岡野先輩、大会頑張ってください。どうもありがとう。それじゃ失礼するわね。お疲れ様、アナッチ。うん、バッチグーだよ。